皆さん、こんにちは。糖尿病の人にとって、食事の内容は、非常に大きな問題です。何を食べるかによって、病状が左右され、塩分や食事内容の制限によって、好きなものが自由に食べられないという不満も起こりがちです。そこで今回は、糖尿病の人に、おすすめの食べ物をご紹介します。1. 緑黄色野菜。糖尿病の人の食事で欠かせないのが栄養のバランスです。栄養のバランスを取ることが大切なのは、糖尿病でない一般の人にも言えることでしょう。しかし、血糖コントロールがうまくいっていない糖尿病の人にとっては、血糖の調節を行う意味でも、栄養のバランスを取ることは重要なことです。血糖の調節を行うためにも、まず取りたいのが緑黄色野菜です。緑黄色野菜にはブロッコリーや人参、ほうれん草、ピーマン、小松菜など色が濃くカロテンが多く含まれる野菜があり、その特徴は糖質が少なく、ビタミン、ミネラルが豊富という点が挙げられます。緑黄色野菜はエネルギー量が低めの割に、かさを増すことができて、食事全体のカロリーを抑えられるため、食事の最初にたくさん食べておきましょう。炭水化物を摂取する前に、緑黄色野菜を食べることで、血糖値の上昇を緩やかにすることができ、お腹を満たす効果も期待できます。2. 魚。緑黄色野菜の次に食べたいのがタンパク質です。タンパク質の中でも特に糖尿病の人におすすめなのが魚です。魚には良質の脂肪酸が豊富に含まれています。この脂肪酸の一つである EPA や DHA はインスリンの働きを活発にし、血糖値を下げる効果があると言われています。さらに EPA と DHA は温度が低くても固まりにくい性質から血液を固まりにくくし、血液をサラサラにするという働きも持っています。そのため、脳梗塞や心筋梗塞といった血中濃度に関連する病気を予防すると言われています。また、血中コレステロールを低下させる働きもあるため、動脈硬化の予防にも一役買います。特に EPA や DHA が多く含まれるサバやサンマ、イワシなどの青魚、ウナギ、鮭などを積極的に摂取するのがおすすめです。3. ヨーグルト。糖尿病の人の血糖値が上がってしまう原因の一つに、インスリンの分泌が落ちている不十分だということがあります。膵臓から分泌されるインスリンは血糖値を下げ、余ったブドウ糖を肝臓に蓄えるという血糖コントロールにはなくてはならない物質です。この重要な役目を果たすインスリンの分泌を向上させるにはどうすればよいでしょうか。実は腸内ホルモンであるインクレクチンという物質がインスリンの分泌を促す効果があるのです。このインクレクチンの働きは腸内環境の影響を強く受けることから、腸内環境を整えることが重要と考えられています。糖尿病の人が積極的に摂りたい食べ物の中にヨーグルトがあります。ヨーグルトは腸内環境を整えるための食品としても脚光を浴びており、実際に乳酸菌をはじめ様々な善玉菌を含有した商品も販売されています。腸内環境を整えるヨーグルトでインクレクチンを
活発化させ、インスリンの分泌を向上させましょう。4、水溶性食物繊維を含む食べ物。腸内環境を整えるなら、水溶性食物繊維も欠かせません。腸内細菌は水溶性食物繊維を食べて増えていきます。ヨーグルトなどで善玉菌を腸内に増やした後は、しっかり餌を与えて腸内の良好な環境を維持していく必要があります。水溶性食物繊維にはキノコや根菜、わかめや昆布などの海藻類、納豆やオクラなどネバネバした食品などがあります。さらに白米を玄米や五穀米に変えても良いでしょう。注意点として、根菜類の中でもジャガイモやさつまいもなどの芋類には糖質が多いため、食べ過ぎには留意する必要があります。また腸内環境を良くするこれらの食べ物を摂取しても、腸内環境が整えられるには時間がかかる場合があります。すぐ効果を実感できなくても、日々の中で体質は改善していきます。毎日の食生活に取り入れていきましょう。5、オリーブオイル。さらに糖尿病の人に有効なのがオリーブオイルです。油というと敬遠しがちですが、良質な油は健康には欠かせない素材です。特にオリーブオイルはオレイン酸が豊富です。このオレイン酸は酸化しにくい不飽和脂肪酸で、抗酸化物質のポリフェノールが豊富という特徴があります。その他、体内の中性脂肪やコレステロールを低下させ、動脈硬化を防いだり、血液をサラサラにしたりする働きもあります。糖尿病の人の場合、血糖値が高い状態になり、血管が傷つき、血液もドロドロとなるケースがあります。糖尿病の合併症である網膜症や神経障害などは密接に血管と関係があるので、人ごとではありません。合併症を防ぐ意味からも、血管を守る働きのあるオリーブオイルを調理に使う油に変えてみましょう。また糖尿病の人の食事は、1日のエネルギー量を考えながらバランスよく腹8分目に食べるのが鍵です。その上でおすすめの食べ物を取り入れながら、スマートな食生活に改善していきましょう。いかがでしたか？何かのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。